キューティー鈴木は、日本の元女子、プロレスラー、タレント、女優。埼玉県出身、川口市立12月伝小学校、川口市立12月、田中学校卒業、川口市立川口女子高等学校中退。愛らしい容姿から、アイドルプロレスラーとして人気を集め、試合だけにとどまらず歌、ドラマ、映画、CM、グラビア、 バラエティなどのテレビ番組など多方面で活躍、トークショーなど各種イベントにも引っ張りだこで絶大な知名度を誇った。爆砲。ザ・フライデーでは女子プロレスラー史上最高の美女と紹介された。現役時代は身長1 5 5トル b 8 6トル w 6 6トル h 9 0トル体重5 5ラム 血液型は AB 型。女力道山と言われた大森ゆかりをプロレスラーとしての目標とし、ライバルは尾崎真由美である。死の山本小鉄の思いやりのある人間になれ。との教えに感化を受け、後輩への指導やインタビューでたびたび引用する。雑誌では技をかけられて、苦悶の表情を浮かべる写真が多く使用され、当時のキューティーのイメージとして定着する。 男性ファンからも、そのやられ、プリがいいと支持され、弱いという印象も持たれるが、受け身のうまさと打たれ、強さには、定評があり、尾崎真由美も、あの怪我に対する強さは、持って生まれた才能だと思う。と語っており、引退まで怪我らしい怪我はなかった。プロレスラー時代の趣味は、犬の散歩と、ファミコンで、特に、ドラクエに熱中し、女子プロレスグランプリではゲームに関するコラムを、 寄稿していた。ゲームソフトの新作が出ると、弟に寮まで届けさせたこともあった。アイドル雑誌を読むのが好きで、愛読書は、ダンクと、ボム。好きな芸能人は、長井真理子近藤正彦、小田裕二、瀬能あずさ、三上博士で、歌番組で、近藤正彦と共演した際には感激している。引退後も含めると、14冊の写真集を出しており、 女子プロレスラーサイトの記録を持っている。最終的にヘアヌードまで披露しており、カメラマンの要求に個人的にはギリギリで行きたかったけど、推しに弱いから。と言い、尾崎とのレズビアン風の写真集を撮るときはカメラマンから抱き合ったみたいなのやってみようか。と言われ、最初は二人とも嫌だ、冗談じゃない。と抵抗したという。小4頃から、 母の勧めでことを習い始め、中学卒業まで続ける。1969年10月22日、埼玉県川口市に生まれる。三つ上の兄、四つ下の弟に囲まれて育つ。小学生の時、当時全盛のビューティーペアのファンとなり、その頃から漠然とプロレスラーになりたいと思い始める。中学三年の頃には、クラッシュギャルズの登場でクラス中が、 女子プロブームになるが、キューティー一人だけは、大森ゆかりを応援する。その7月1日、初めて女子プロを友達と生で観戦。クラッシュギャルズの試合を見て、プロレスラーになることを決意、周囲にもプロレスラーになると言い触れまるが、本気に捉えた人は少なかったという。高校受験直前の1八十五年一月十五日、フジテレビのスタジオで全日本女子プロレスのオーディションを、 受ける。応募条件は身長160センチ以上だったため、履歴書には身長、体重ともにサバを読んで書き、体も大きく見せるため肩にタオルを入れた写真を貼ったりした。それまでにも身長を伸ばす機材などを通信販売で購入したりもしていたが、結果は1センチメートルも伸びなかったという。入願テストの受験者が2000人もいる中で第一次審査は、 前転、後転と平均台に上がっただけと、簡単なものであったが落選する。本人は、かなりショックで、翌日学校を休むほど落ち込み、悔しさのあまり前女の事務所に、抗議の電話をかけたりいたずら電話をしたことを後に、告白している。1985年4月、川口市立川口女子高等学校に入学、中学時代から続けていたハンドボール部に入部したが、 夏休みの合宿の後、顧問の先生と喧嘩になり退部。プロレスラーになるべく近所の柔道場に通い始めるが、後に、柔道は全然プロレスの役に立たなかったと語っている。10月、クラスメイトに女子プロを目指している人がいたため、一緒に再度、全女に応募するが、今度は、書類審査で落とされる。1986年3月、 ジャパン女子プロレスが旗揚げすることを友人から聞いて腕立て、腹筋、スクワット等の実技によるオーディションとジャッキー佐藤との面接を経て合格、両親からもせめて高校を卒業してからと懇願されたが反対を押し切り入門を果たす。しかし高校中退に反対する先生との間で学校を辞める話がまとまらず最初のうちは放課後だけ練習場に通っていたが その中に一人だけ同じ川口から通っていた練習生がおり、それが尾崎まゆみだった。同期は他にハーレー斎藤、エデンまぶち、イーグル沢井、ダイナマイト関西らがいる。一学年終了を待って学校を渋滞、寮に入るべく尾崎と待ち合わせて寮へ向かうが、もう後戻りできないという不安感で二人とも電車の中で一目もはばからず泣いたという。 1986年、四天王と言われた、ジャッキー佐藤、ナンシー組、風丸美、カンドリ忍以外は、全員新人という状況で、ジャパン女子プロレスが発足する。ここでキューティーは、山本小鉄、グラン浜田の教えを受ける。FMW を旗揚げする前の大似た厚子も指導に、当たるが、選手たちは大似たに対して、心よく思っておらず、キュ本人も後年のインタビューで、 はっきりと大嫌いでした。と答えている。リングネームの名付け親は、秋元康氏で、アップル鈴木、キウイ鈴木という候補もあったが、キューティーというリングネームも含めて、本人には不満だった。キューティーは勝手に、スポコンドラマのような、女同士の美しい友情に支えられた世界を、想像していたが、現実のあまりの違いに衝撃を受けたという。練習のきつさと、 気の強いレスラー同士の人間関係に耐えかねて一度だけ、母親に、もうやめたい。等の電話をしている。次第にできるグループとできないグループに分かれ、キューティーは後者に組み込まれ、ずっと受け身の練習ばかりさせられる。8月の旗揚げ戦に向けて、できる方を中心に練習が組まれるようになり、キューティーは、食事作りとか裏方の仕事を任されるようになり、このままデビューできずに終わるのではと。 気持ちの焦りを感じ始める。1986年8月17日、ジャパン女子が後楽園ホールで旗揚げするが、キューティーはデビューはできず場内整理係をする。1986年9月19日、徳島市立体育館でタイプラムマリコ戦でデビュー、ポール負け。ジャパン女子はあまり客が入らず、半年くらいの間は、給料が出ないことや試合も月に一度、 高楽園ホールのみという状況になったためプラム、マリコと飲み屋でアルバイトをしていたこともあったという。地方へ行くと、客の数より、選手の数の方が多かったこともあったくらいで、売店に立ちグッズを売らないと、泊まるところも食事代もないという状況も経験する。プラムマリコとは、ファイティングドールズというタッグチームを結成するが、刺したる結果も残せず自然消滅した。 尾崎真由美との構想が次第に白熱して、いじめる尾崎と耐えるキューティーの構図が、観客に受け、スポーツ紙や芸能メディアにも取り上げられるようになり、メインよりも大きく扱われることが出てきた。当時は、ライバル扱いされた二人だが、尾崎の方は、キューティーは弱いので、ライバルじゃないと相手にしてなかったという。ジャパン女子は、大手の芸能事務所と提携しており、 全国的な人気のある選手を育てなければ、団体もやっていけないということで、最初は、風丸美とエデン・マブチを芸能関係へ売り出そうとしていたが、エデンが早々と引退してしまったのでキューティーを売り出すことになった。1989年、週刊ヤングジャンプの表紙を単独で飾り、その週に発売された各プロレス専門誌で、女子プロレスラーがメジャーな全国誌の表紙への登場を、 果たした記念すべき日と書き立てられた。歌手としても、デビュー、リング上で歌を披露、ラジオのレギュラーが決まったり写真集が出て、ドラマの出演も決まり、イメージビデオもヒットして人気が一気に爆発する。しかし本人は練習する時間が減って、体の動きが悪くなるのと、道場へ行くと周囲から孤立したような違和感を感じてしまい、タレント活動が嫌でしょうがなかったし、 アイドルレスラーと呼ばれることも苦痛だったと後に語っている。労働省のホットウィークという有給休暇の取得推薦のポスターにも起用されるが QT 本人は年365日中364日は働いてた。睡眠時間も3から4時間くらい。試合がオフの時は芸能の仕事をして巡業先まで仕事が入ってる。といった皮肉なものであった。 名前が売れれば売れるほど周りが離れていく。試合ギリギリに会場に入って、試合が終わったら、すぐ次の仕事に行くという中で、嫉妬から来る対戦中のえげつない攻撃を、幾度も受けたという。また、週刊ゴングでは、雑誌が売れるとの理由から、毎週のように取り上げられていたが、風丸みは、なぜキューティーばかり乗せるのかと苦言を呈したという。しかし、この頃の本人の気持ちは、 他の選手は休めるのに自分は休めないなどで辞めたいという思いは相変わらずであった。1989年1月5日、後楽園ホールにてバトルロイヤルで優勝100万円を獲得。1990年ジャパン女子プロレス MVP を受賞する。週刊現代の表紙になる。1990年12月26日。 浜松アリーナにおける新日本プロレスの試合のテレビ中継の解説席にゲストとして招かれる。1991年10月10日、後楽園ホールでザ・スコルピオンとマスカラ・コントラ・カベジェラを行う。これは8月30日のタイトルをかけた試合で敗北した時、自ら髪の毛をかけての再戦を直訴したもので、会場は人気アイドルレスラーが 丸坊主にされるところを見たさの観客で超満員となる。場内にはヘアーサロンの人間が待機しているとのアナウンスも流れたが、エビ固めで勝利し、レスラーキャリア5年目にして、初のシングルベルトを腰に巻き、涙を流した。しかし、QT 個人の人気をもってしても、団体の経営状況は改善せず、1992年1月26日、熊谷大会をもって、 ジャパン女子は解散、試合後仲間たちと抱き合い泣き崩れる。本人は一旦はプロレスをやめることを決意、そのまま芸能人になるつもりもなかったが、事務所に所属選手全員が呼ばれた時に、風丸美が立ち上げる LLPW に行く選手と、残留する選手の二つに分かれ、尾崎に促されるまま校舎の JWP 女子プロレスを旗揚げする組に参加することになる。 もう夢も叶えたし、プロレスへの熱も冷めて、今から高校卒業の資格を取るなり、専門学校に行くなりして、別の仕事に就こうかと思っていたが、残った選手の盛り上がり方がすごくて、自分だけ抜けますと言い出せなかったという。後に風間に誘われなかったのはショックだったとも、語っている。1992年4月3日、JWP 女子プロレスが、 所属選手が8人のみで旗揚げ、選手数の少なさを1日で2試合もこなすなどしてカバーする。後楽園ホールでの旗揚げ戦では宿敵の尾崎真由美と新人時代以来4年9ヶ月ぶりにタッグを組み、関西、福岡明組から勝利を奪う。新団体では本人の中ではっきりと自覚が芽生え、それまでは自分の仕事だけをすればいいという考えでしたが、 この団体は私が引っ張っていかなければという意識を持つようになりましたと語っている。4月11日、高楽園ホールで空手テイの桑原美香と生涯、唯一の異種格闘技戦で腕座十字型で余裕の勝利。この頃には横浜のスーパータイガージムを訪れて佐山聡の指導も受けている。1993年には女子プロレス界に対抗戦ブームが起こり、 キューティーは最初のうちはあまり興味を示さなかったが、井上隆子との試合にライバル心を燃やす。この二人の対決はアイドル対決と言われた。全女との試合では同じプロレスなのに組み方山の取り方が全然違う。という違和感をむしろ楽しんだという。11月、元クラッシュギャルズの長与千草の復帰戦でタッグパートナーを務め、 翌1994年3月13日にはシングルで初対戦するが48秒で敗北。4月10日、後楽園ホールにいてコマーシャルで人気者になったレジー・ベネットとタックを結成。以後たびたび二人はタックを組むことになる。1994年11月20日の東京ドームで行われた憧れ無超女対戦では、 井上隆子と越境タッグを組み工藤恵み、福岡明組と対戦26-27日には、尾崎と共にアメリカ、バージニア州での WCW の試合に遠征、ブル中の北斗明組とに連戦をする。北斗とは初対戦であった。1995年5月14から16日、JWP の中国遠征で、北京市と天津市で、 6月3から5日の韓国遠征で、釜山市、甲州市で試合をする。この時期、私の新人指導は厳しいですよ。優しいだけでは結局、彼女たちのためにならないから徹底的にしごいてやります。と厳しい指導者的な役割も受け持つようになる。この頃からしきりにインタビューで、デビルマサミ、関西にシングルで勝ちたい。と二人を意識した発言をするようになる。 1995年6月16日両国国技館での対ボリショイキット戦で生涯で一度のマスク着用で試合を行う。純白のタイガーマスクに似たデザインであった。12月24日には後楽園ホールでのデビュー10周年記念試合を行う。JWP は当時大塚製薬がスポンサーだったのでリング上でオロナミンシードリンクや ジャワティーを一気飲みして宣伝に努めた。次第に引退を考え始めるが、1997年8月、名優、プラム・マリコが、リング上のアクシデントで亡くなるという事故が起き、もう少し会社のために頑張らなくてはいけないと思いとどまる。事故後、彼女がやり残した分までプロレスをやっていきます。いつもどこかにいると思うから、プラムに怒られないように頑張っていきたい。 とのコメントを残した。1998年10月15日、引退を正式表明、12月27日、20代の元気なうちに引退したかったという本人の希望通り、29歳で、甲楽園ホールにて、現役生活を終える。引退試合は、関西とのシングルマッチの予定だったが関西が怪我で、欠場、8人タッグで勝利を飾り、リング内で、 仲間たちに胴上げされ選手生活にビリオドを打つ。引退の理由としては、怪我や体力の衰えなど明確なものではなく、やるべきことはすべてやったし、もう後輩に教えることもない。という漠然としたものであった。修正のライバルであった尾崎との戦績は10勝1、分け25敗。引退後も芸能の仕事は継続する。30歳の時、 新宿のホストクラブで7年連続ナンバー1のホストで自らの店と格闘技事務、シュートボクセアカデミー・ジャパンの代表であった3歳年下の原島秀幸と出会い、2005年5月5日、35歳で結婚、7月10日都内で挙式した。2006年7月25日、緊急帝王切開で長男を出産。2011年7月21日、次男を出産。 不妊治療をして授かった。尾崎が代表を務める OZ アカデミーによくゲストとして呼ばれているほか、ニコプロの尾崎、ダイナマイト、関西とともにニコ生にも出演する。現役時代の月人にヒューガ・アズミがおり、2009年12月27日の日向引退セレモニーにも来場している。 2012年発売の週刊プロレスで引退して10年以上経っている女子プロレスラーとしては異例の24ページカラーでの特集が組まれる2012年4月22日後楽園ホールで行われた JWP20 周年記念大会に来場し JWP2 冠タック選手権試合の立ち会い人を務めたタシングルアルバムありがとうございます